マウントジョン天文台は、ニュージーランドの天文台である。南東マッケンジー・ボンチ・ジョン山海抜線31メートルの位置に所在する。天文台には5台の望遠鏡が設置されており、合計0.61メートル望遠鏡が2台、合計1.0メートル望遠鏡が1台、合計1.8メートル MOA 望遠鏡1台、合計0.4メートル望遠鏡が設置されている。 天文台から最も近い街は人口300人程度の保養地、デカポコである。1年の約20%の夜間で写真観測が可能であり、年間を通して天体分光観測もできる。1960年にアメリカペンシルベニア大学がアメリカ国立科学財団より研究費を獲得し、南半球での天体観測を目的とする。 天文台の設置を決定。1961年より、ニュージーランド国内で天文台設置候補地の選定を行い、1963年に、現在の地に天文台の設置を決定。同年、ペンシルベニア大学は、カンタベリー大学と学術館協定を期決し、天文台の共同利用とニュージーランドでの研究拠点を、カンタベリー大学理学部物理。 天文学科に設置することに合意し1965年7月10日に正式開大となった。開大当初はペンシルベニア大学より借り受けた天体観測用カメラと地元のアマチュア天文科から借り受けた望遠鏡1台を設置した。1970年にオプチカルクラウツマン社製合計0.61メートル望遠鏡を設置し1975年に ボーラーチブンズ射製合計0.61メートル望遠鏡を設置した。1969年にアメリカ空軍が地上局を天文台南側に設置。同時に天文台へ通じる道路の舗装と水道管の設置を完了。1969年までは雨水をタンクにため飲み水として利用していた。この間、ペンシルベニア大学の研究者が フロリダ大学へ移籍したため、カンタベリー大学、ペンシルベニア大学、フロリダ大学の共同利用施設となる。ペンシルベニア大学の研究者が定年退職を迎えたことによりアメリカ、ニュージーランドの共同研究は終わりを遂げ、1975年からはカンタベリー大学付属研究施設となっている。1982年にアメリカ空軍が設置した地上局は閉鎖され、 建物はニュージーランド政府へ移譲された。その後、カンタベリー大学がドーム型天文台に改修し、研究者用宿泊施設を設置した。1986年2月にマクレーロン射精1.0メートル望遠鏡を2001年に超光師や分光器を設置した。1996年にボーラーチブンズ射精、合計0.61メートル望遠鏡と、 CCD カメラを用いた日本ニュージーランドの共同研究を開始。2004年12月には、文部科学省科学研究費補助金から1.8、んもは望遠鏡を設置した。MOA プロジェクトの参加校は、カンタベリー大学、マッセイ大学、ビクトリア大学、ウェリントンオークランド大学、名古屋大学、長野工業高等専門学校。 東京都立航空工業高等専門学校。2005年に観光客用、合計0.4メートル望遠鏡を設置し、年間を通して一般観光客に開放している。2008年6月にアメリカ天文学会の会議で MOA2 望遠鏡を使い観測された。 太陽系外惑星としてはその時点で最も小さい MOA-2007BLG-192 ポンドの発見を報告した。地球から3000光年離れた MOA-2007BLG-192L の周りを回る地球の3.3倍の大きさの惑星である。この惑星には熱い大気と液体の水の存在する可能性がいくらかあるとされる。 ありがとうございます。